トゥルーです。今回は前回に続き私のミュージックビデオフルサイズを皆さんにご覧いただいて解説をしていこうと思います。今回は私の13枚目のシングル転生したらスライムだった件のエンディング主題歌アナザーコロニーのミュージックビデオを皆さんにご覧いただこうと思います。まず1回目はそのままご覧いただいて、2回目は止めながら解説をしていこうと思っています。私のミュージックビデオどれも素敵なものばかりなんですけれども、その中でも特に気に入っている作品がこのアナザーコロニーです。フルサイズの公開はこれが初めてとなりますので、皆さんぜひ最後まで堪能していただけたら嬉しいです。さあ、それでは早速ですけれども1回目の上映いきたいなと思います。上映スタート。はい、ということでアナザーコロニー1回目の上映スタートです。まずは水中の図書館のシーンですね。すごいって投影してるシーンもすごい不思議な空間ですよね。おお、かっこいい。この水中、水上の神殿のシーンがめちゃくちゃ素敵で大好きです。超綺麗じゃないですか。ここからが初公開のフルサイズとなります。楽しんでください。なんか見入っちゃいます。やっぱこうスタンドマイク持ってるシーンが一番私らしいですね。芝居が上がります。これ何なんですかね。これスライムなのかな。異常だから私も最後まで実は何なのか分からなかったけど、ちょっとリムル酸味があるなって思いました。敗北も勝利も大嫌いなんだ。スタンドマイク持ってるのが一番生き生きしてますね。もうね、かっこよく神殿の前で歌い上げるように、一番私らしいです。
ということで1回目の上映が終わりました。いやー、久しぶりに見ましたね。なんか思い出すことがたくさんあります。あの水中の図書館のシーンすごく好きで、こう浮遊する言葉とか本の中をさまよっている私、なんかそれって作詞家としても私お仕事をしていて、なんかそんなところを監督がちゃんと理解してくれてるからこその表現だなって思います。でなんか改めて思ったのが、この大川監督に頼んだ理由っていうのの一つが、大川監督はすごくアニメ自体とてもお好きで、こう担当する、こういうミュージックビデオを担当するときにアニメーション作品もすごく見て調べてくださるんですよね。なんかだからこその表現がすごく散りばめられていて、こうアニメの世界と私をちょうどつなぐ、なんか中間にあるようなミュージックビデオだなって改めて感じました。監督すごーい。さすがです。はい、ありがたいなって思います。はい、ということで、じゃあ2回目は止めながら解説の方をしていきたいなって思います。それでは2回目の上映スタート。はい、アナザーコロニーミュージックビデオ2回目の上映スタートです。まずは水中図書館のシーンからのスタートです。いや、もう素敵じゃないですか。こんなお家住みたいです。すごい、本に囲まれて住んだら幸せになれそう。いや、もうこのシーンもすごい素敵ですよね。こっち見んなって感じしません？私も自分で久しぶりにこのミュージックビデオ見て、ここのシーンがですね、一番もうなんかガツンと印象残ったんですけど、こっち見んなって感じでした。はい。いやね、このシーンめちゃくちゃ素敵じゃないですか。水面に私が横たわっていて、まあ水面なのか水中なのかに横たわっていて、で、散らばっている本の中にいるんですけど、なんかこう、本と言葉がたゆたう中で寝転んでいる私って、ほんと作詞家としてのお仕事をしている私にもとても通ずるものがあるし、ましてや、なんかこういう、投影しているんですけど、この今ここで出ている内定っていう文字は投影しているんですけど、この実際に投影しているのと、この CG のこの仮想と現実の境目がすごく曖昧で、作品と私のちょうど間にいるミュージックビデオが完成したって思ってます。いや、すごく素敵。本当にこんな表現、私では一生思い浮かばない表現だと。思います。とっても素敵で気に入っているシーンです。螺旋丸じゃないから。いや。神殿のシーンはめちゃくちゃ好きですよ。気持ちよさそう。気持ちよさそうに歌ってますね。あ、そう、このね、人混みのシーン。いや、これがですね、なんと、みんなスタッフっていう。なんか撮影してるときは、そんな感じで素敵に仕上がるのかしらって、ちょっと大丈夫かなって心配に思ったりもしたんですけど、みんなね、このスタッフの方が変装して、街をさまよってくださっています。本当にすごい、なんかここまるで日本じゃないみたいな、異世界に転生されたような、すごい不思議な、とっても素敵なシーンだと思います。
世界転生されたらさまようわ。どこ行ったらいいか分かんないもん。いや、私やっぱスタンドマイク持って歌ってる時は本当に一番生き生きしてますよ。私らしいですね。おとなしくしてるとね、どうやって動いたらいいか分かんなくなっちゃうんですよ。あの路上ライブのシーンって呼んでいたんですけど、あのね、トゥルーとしてデビューした時は本当にこんな気持ちだったの。もうどんなに必死で歌ってもまさにこの路上ライブのシーンと似てて、みんな振り向いてくれなくって、でも私の歌を聴いてほしくて、私が綴った言葉を届けたくって、すごい必死でとにかく誰よりも大きな声で歌おうと思って歌ってたんですよね。なんかこのシーン見てるとその時のことすごく思い出します。まあでもおかげで、あの今ではその大きく歌う、私の声の大きさとかその強さとかがアーティストとしての武器の一つにもなっているんですけれども、そう、もう当時はねとにかく必死だったな。いや、なんかそんなこと思い出しました。わーって険しい顔してますね。行き過ぎちゃった。いや、険しい顔してますね。え、でも私結構こういう顔するんですよ。私の楽曲って前回皆さんに見ていただいたウィルみたいなバラードもすごく大事にしているんですけど、激しめの曲も多くって、そういう時はね、結構ライブの映像とか見ると険しい顔してたりするので、なんかこういうシーンも私らしいなって思います。なんですよ。まあ、ちょっと止めちゃいましたけど、あのこういうミュージックビデオって、あの、まあ、アーティストさんにもよるし歌ってる楽曲にもよると思うんですけど、あんまり本気で歌ってない時も多くて、あの見た目、美しさを重視する時ってあんまりこのガーッと歌わないんですよね。でも私それがどうしてもできなくって特にこの曲はね、マジ歌い、本気歌いをしてるんですよ。なんで、なんかもうこの辺とか血管、青筋立ってたりとかするんですけど、いやでもなんか今見てもすごい気持ちよさそうに歌ってる。多分ほんとライブの時の私そのままだと思います。やりますね。私多分このポーズと、なんかこういうポーズとこのポーズ、なんか多分よくやってると思います。これとこれよくやってると思います。ということで、転生したらスライムだった件一期エンディング主題歌アナザクロリーのミュージックビデオご覧いただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。私もすごく久しぶりに見たのでとっても楽しかったです。転生したらスライムだった件
今ちょうどですねテレビの方で再放送を行っております。皆さんぜひこの機会に再びテレビアニメの方にも触れていただければ嬉しいなと思います。そして2期の放送も決定しております。リンクの方また貼っておくので皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。はい、こんな感じで皆さんミュージックビデオ解説動画お楽しみいただけておりますでしょうか。なんか改めてこうやってミュージックビデオもすごくスタッフも私も心を込めて作っているので、またアニメーション作品ともリンクしているのが私たちアニソンシンガーのミュージックビデオの面白いところだと思うので、またこういう機会作っていきたいなと思います。今のうちにぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回は13枚目のシングルアナザーコロニーのミュージックビデオ解説動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。